第四編枕草子の最初の執筆。第一章失意の皇后。長徳二年六月八日、皇后様はお住まいであった二条の宮が火災にかかり、お里の高階明信のお屋敷に移られました。この仮御所は小二条の宮と呼ばれています。小二条の宮のご生活は誠にわびしく悲しい明け暮れでした。皇后様はあのこれ近くをから送られた草子のことを思い出されました。いつかこれ近くをは草子を帝と皇后様とお二方に献上したことがあったのです。帝はそれに式を書き写され、皇后様はそのまま何も書かずに置かれたのでした。取り出してご覧になると、質の良い料紙には奥ゆかしい香さえ抱きしめてあって、今は遠い国に流人の生活を送っていられる兄君のことがしみじみと忍ばれます。これと同じ草子に式を書き写された帝は、宮中で今何を考えていらっしゃるのでしょう。皇后様は父君の道高公が皇居されてから、次々と御身に迫った不幸なご運命を静かにお考えになりました。そしてご自分もこの草子に何か書いてみよう。寂しさが少しは晴れるかもしれないとお思いになりました。ある初秋の夕方のことでした。皇后様は清少納言をお呼びになって、これに何を書いたらよいでしょうとご相談になりますと、清少納言は辺りの夕景色を見回して枕にいたすばかりでございますとしんみりと申し上げたのです。枕に、そう、ではあなたにあげましょう。はじめはご自分で書こうと思われたはずのその草子を皇后様はそのまま清少納言にご下賜になりました。清少納言のお答えがどうしてそれほど皇后様のお気に召したのでしょうか。博楽天の柵に次の詩があります。開花雨に潤う新秋の地、東洋風に翻る夜ならんと欲する天、人実好調一時なし、悪党の老漢書を枕として眠る。好調奥座敷に座って初秋の雨に潤う円樹の花を眺め、霧の葉が宵近い空に落ちるのを見て、年老いた白髪の秘書官は一日中何もすることがなく、読みかけた書物を枕にして眠るという意味です。博楽天は年を取った秘書官の心持ちとしてこの詩を作りました。清少納言は、年の盛りを過ぎた一女官の心持ちとして、ご不幸な皇后様のおそばに特別のお仕事もない今の寂しい生活をその死の心に比べました。そして自分の立場を老漢になぞらえて枕にいたすばかりですとお答えしたのです。つまり私には現在の寂しさを慰める手段は何もございませんという意味なのです。清少納言と同じくらい、あるいはそれ以上に学問の深かった皇后様は、枕の一言だけですぐにあの博楽天の詩を思い出され、清少納言の心の中をお察しになりました。皇后様の秘蔵の草子はこうして清少納言に下したまわることとなったのです。第二章枕の草子の執筆。その頃嫌な噂が立ちました。清少納言があの道長方中の関白家とはまるで敵同士のような関係になっている、その一家のご機嫌を伺っているというのです。実に心外な噂ですが、これには全く根拠がないわけでもありません。道長は早くから清少納言の人物や才能を見込んでいて、何とかして自分の方に迎え、姫君たちの話し相手や教育係にしたいと考えていました。それで何度も何度も年頃な使いを清少納言のところに出していたのです。
そういうことが世間に誤解されてこの噂となったのでしょう。中の関白家のご運が落ち目になっているのに引き換え、道長の一家は今や繁栄の真っ盛りです。そこに迎えられているということは、どんな人でも願って、しかも滅多に得られない幸運だと考えられていました。そこで半分は妬み心も手伝って、そのような噂になったものと思われます。清少納言はこの世のありとあらゆる生活の中で天子皇后のおそばにいることをこの上ない理想と考えています。今はその理想をそのまま現実の生活に移しているのです。清少納言は今の自分を世の中で一番幸福な人間だと信じていました。それなのに、これは何という不愉快な忌々しい噂なのでしょう。道長の一家の映画がどうであろうとも、清少納言は昔あの辺りに見た中の関白家の盛りの日の他には、映画などということは考えたこともありません。まして今、皇后様は恐れ多いほどのわびしい日々を送っておられるのです。気高く美しく聡明で、誰一人立ち並ぶものもないこの若い皇后様、そのお方をどうしてお見捨て申せましょう。たとえ金銀財宝を山と積み、一門の権勢を挙げて脅してこようとも、自分は最後まで皇后様のおそばを離れまいと固く決心しているのです。そういうわけですから、清少納言としては、ただそんなみっともない噂をする世間を蔑まずにいられないだけなのです。しかし、噂というものは沈めようとしても沈められるものではありません。自然に時の経つまで待つほかはないのです。清少納言はとうとう諦めて、しばらく自宅に引きこもることに決めました。表面は宮遣いが暇なので、しばらく休養するということにして、ちょうどその頃皇后様から宗旨を頂戴したので、せめてもの記念に心静かに創作してみようと思いついたのです。もちろん自宅に帰っても皇后様をお忍びしない日はありません。皇后様からもたびたびお手紙があって、早く帰ってくるようにおっしゃいます。しかし、清少納言としては、あの噂がなくならない以上はどうしても帰るわけにいきません。とにかく何もかも捨てて宗旨を書くことだけにしよう、こう考えて机に向かったのでした。素晴らしい美論集。清少納言はこれから書こうとする文章を物語や日記にするつもりはありません。古今和歌六条とか和名章とかの本の形で和歌の題を面白く分類してみよう。またいろいろのものの名前や、またはもっと範囲を広くして感情についてのことも加え、これを自分の独特なやり方で分類し、一つ一つに面白い説明をつけて、和歌やその他の文学のために新式な文学辞典といったものを作ってみたいと考えていたのです。もともと清少納言は学問好きな性格ですから、格別分類ということに興味を感じていたのでしょう。その上に芸術家らしいところも多分に持っていたので、一度考えを練って書き出しますと、面白いくらいに筆が走って、一月ばかりのうちに素晴らしい美論集が出来上がりました。次にその中から少し文章を挙げてみましょう。都合でこれを大きくし、二つに分けますと、第一は外にある事柄についてのもの、第二は内にある感情についてのものとなります。日、月、星、雲。第一をもっと細かく分けますと、まず自然現象についてのものが挙げられます。日は、月は、星は、雲はなどがそれです。日は入り日、入り果てぬる山の葉に光なお止まりて、赤を見ゆるに薄きばみたる雲のたなびき渡りたる糸哀れなり。日は入り日がよい、すっかり沈んだ山の端に
夕日の光がまだ残っていて、赤く見えるあたりに少し黄色っぽい雲がたなびいているのは、実に良いものだ。月は有明の東菓子の山際に細くいずるほど糸哀れなり、月の中では有明の月が東の山際の空に細い形で出る時がいかにも良い。星はすばる、彦星、夕筒、弱い星少しおかし、おだに、なからましかばまいて。星で良いものはすばる、牽牛星、酔いの明星、それから流れ星も少し面白い。おがもしなかったら、ましてどんなに良いだろう。雲は白き紫、黒きもおかし、風吹く折の雨雲、明け離るるほどの黒き雲の、ようよう消えて白をなりゆくも糸おかし、明日に去る色とかや、海にも作りたなる、月の糸赤き表に薄き雲、哀れなり。雲は白い雲、紫の雲、また黒雲もよい、風が吹く時の雨雲もよいし、夜明け方の黒雲が次第に消えて白くなってゆくのも大変よい。監視にも朝はなんとか雲と映じているとか、澄んで明るい月の表にうっすらかかっている雲は趣深いものだ。どの場合でも日は月はと初めに台を上げ、次にその中で特に美しいと思うものを挙げているのが特色です。説明はいちいちしないで、特別なものだけに添えています。褒める言葉としては、おかしと哀れなりがよく使われますが、そのうちおかしの方は明るい趣の場合で、これは感覚的な、または理知的な連想の面白さを表しています。それと比べて哀れなりの方はしみじみとした趣の場合で、心の底からじっと感じる時の深みを持った美しさを表しています。前の4つの例にも見られるように、清少納言の感覚は実に鋭く、そして細やかです。ことに色彩に対する感覚の細やかさや印象の鮮やかさは驚くばかりではありませんか。山、峰、原、海、次に地理、自分についてのものが挙げられます。山は、峰は、原は、海は、などがその例です。山は小倉山、加瀬山、三笠山、この暮れ山、入り立ち山、忘れずの山、末野松山、片去り山こそいかならんとおかしけれ、津幡山、カエル山、のちせの山、片去りは遠慮すること、誰に遠慮してそんな名がついたのかと面白い、朝倉山、よそに見るぞおかしき、朝倉山は昔親しんだ人と離れて今は別々に見るという古歌が思い出されて面白い、大ひれ山もおかし、臨時の舞人などの思い出でらるるなり、大ひれ山はひれという言葉から石清水八幡宮の臨時の祭りの舞人の姿が思い出されるのだ。三輪の山おかし、田向山、町金山、玉坂山、耳なし山、和歌の題材として昔から有名な山や、あるいは名前が特別変わっていて面白い山が挙げてあります。ところどころに説明の文を添えて全体が単調にならないように気を配っています。しかし中には、峰は譲る葉の峰、阿弥陀の峰、八鷹の峰、原は三日の原、明日の原、その原、海は湖、与謝の海、川淵の海、伊勢の海、このようにずらりと名前を挙げただけのものもあります。いちいち説明をしないでも、その味わいがその頃の読者にはすぐ理解できたのでしょう。